パワーパッド使おう。ちょっと待ってください、スーパーパッド使うときに注意することありますよ。スーパーパッドは傷を乾燥させずに密封して早く治すんですけど、密封することで感染も起きやすいので感染対策が重要なんです。傷ができた場合は出る前にまず水でしっかり傷口を洗うことが重要なんです。あー、汚れたときだけ洗ってました。ここには何かありますか？貼り方のコツなんですけど、スーパーパッドは貼るときに両手で1分温めてから貼って、貼り付けた後も上から手のひらで1分温めると皮膚に馴染むのでおすすめなんです。感染の症状が見られない場合は最中5日間貼り続けられるので頻繁に剥がさなくていいですよ。傷口からの液が垂れてくるような傷は使うのに向いてないので使わないでください。知らなかったです。温めて使ってみよう。